はい、どうも、女性補完計画です。意外と人気のロック偉人列伝っていうのをね、またやってみようと思うんですけど、今日はですね、またベーシストですね。うん。ベーシストひいきしてます。ね。バンド活動終わってもね、やっぱり魔像精神っていうかね、もうリズムを支え、ハーモニーを支えっていうね、なんか重労働をね、行ってるベーシストっていうのはね、プロデューサーとしても、すごい経営センスもあるっていうか、客観的に見ることができると思うんですよね、音楽をね。その能力があるから、まあそういった才能をね、持ってる人、レイ・ブラウンとかジャズのね、あの人もね、まあ経営者としてもね、成功してるわけでね。まあそういったね、あのベーシストの魅力っていうのをね、語っていきたいなと思ってるんですけど、まあ今日はね、まあ、あのブリティッシュのベーシストなんですけど、まあじゃあブリティッシュといえばね、今までね、ジョン・ウェットンやってね、それからクリッシー・スチュワートとね、二人ベーシストをね、紹介してきました。今日は三人目なんですけど、ではまたね、恒例の通り、ちょっとね、なけなしの家のね、レコードコレクションからね、彼が入ってるのをね、集めてきました。もっとありそうなんですよね、彼はね、意外と、ああ、見落としてるのかもしれないですけど、まずこれ。はい。知ってますか？これはね、ブリティッシュロック、の人なんですけど、でブリティッシュのミュージシャンとやってるんですけど、基本ラテンの人ですよね、この人ね。スペイン、あんまり詳しいこと知らないんですけど、多分スペイン系とかの人だと思ってて、うん、スペインのね、スペイン語でも歌ったりするんで、ジュリー・フェリックスっていうね、あの女性シンガー、これはなんかね、そんなに好きでもないし、なんで買ってるのかよくわかんないんですけど、ついついミュージシャン見てね、買っちゃうんですよね。あの、セッションに参加してるメンバーがね、見たら、なんか、あー、買わなきゃなとか思ってね、買っちゃいます。で、これもね、弾いてます。その、ベーシストはね。これ弾いてますってね、すぐにわかっちゃう人いるかもしれないんですけど。で、もう一枚ね、この人も。で、結構コンプリートしてるんですね。ジュリー・フェリックス、自分。なんかよくわかんないとか言いながら。なんか、あんまり、なんていうのかな、あの、ブリティッシュならではの繊細さみたいなのに欠けてて、なんかすごいラテン系の味がするんですよね。大味な女性シンガーみたいなね。聞き直してみたら違う発見があるかもしれないけど、ちょっと今日聞き直してみようかな。で、これがね、ライトニングってその、ジュリー・フェイクスのね、他のアルバムで EMI から出てるんですけどね。これとかなんかメンツがすごいっすよ。これ、あ、ラビットがね、キーボード参加してるでしょ？ラビットフリーとかね。鉄、カーク、コゾフ、ラビットだっけのね。あとデーブ・ウィンターがね、エレクトリックベース弾いてますね。うん。デーブ・ウィンターね、あの、ジョン・マーティンとか参加してた。うん。いろいろやってますよね、デーブ・ウィンター。あ、ポール、フランキー・ミラーとかでも弾いてましたね。うん。で、その他ね、名前が、もうその二人が一番有名かなって。あ、うん、コーラスではね、マデリン・ベルとか、リザ・ストライクとかもね、あ、ジョアンネ・ウィリアムスとかね、この辺のね、まあ、ブルーミンクとか、あと、チャージとかでもジョアンナ・ウィリアムスは、歌ってたような気が、あ、ちょっと間違ってるかもしれないので、無視してください。っていうような、あとヘンリー・スピネッティもいますよ、ドラムスって。なんか豪華、なんかブリティッシュのね、あ、BJ コールもいる。スチールギターで。BJ コール。エレクトリック、あ、ビッグ・ジム・サリバンもいますね。うん。フランク・リコティもパーカッションで参加してますよ。はい。で、デル・ニューマンプロデューサー、これやってるんですけどね。で、キーボードでも参加してて、その他、ブリティッシュロックファンなら通じるような人というと、まあそんな感じかな。なんでね、あのメンバーがね、まあ、どんな音かなっていうのがすごい気になってね、これとかも自分高校生ぐらいで多分あの大阪のナンバーのね、なんだっけ、ミュージックインか。ああ、そこね、あの、ちょっと階段登っていってね、普通の雑居ビルみたいなところにね、あった時代ですけどね。あれで買いましたね。うん。あそこ、ナンバのね、あの、なんだ。ちょっといかが、あの、完全風俗がキャバクラ街みたいなのと通ってね。あの、梅田から。梅田、ナンバじゃないよ。梅田よ、梅田。梅田からこう、ね。で、ちょっと、
脇道にそれた、すごい呼び、ね、お兄ちゃん寄っていけ、寄っていかへんか、みたいなね、キャバレーみたいなのがある通りのね、うん、知ってます？まあいいや。街の名前とか覚えてないんで、すみません、申し訳ないです。ね、あそこで買いました。ミュージックインで。2400円ぐらいしたんちゃうかな。でも聞いてみてもね、その時もなんかね、はっていうね、あんま好きに、だいたい女性ボーカリストとか買うとね、もう一目惚れというか、もうおーってなんかすごい惚れやすいタイプなんでね、惚れちゃうんですけど、彼女に対してはね、なんか何もピクリとも感じないっていうね、ずっとね、不思議なんですけどね。うん。なのにコンプリートしてる。後で見せますよ、今度。結構全部持ってます。LP、なぜか。安く買えるっていうのと、ブリティッシュのやっぱ好きなミュージシャンが参加してるんですよ、いつも。はい。で、まだ名前言ってないんですけど、次はこれですね。これもね、まあ本当は1枚のね、LP に参加してるんですよね。これに参加してます。サンディ・デニーの、まあこれね、追悼版というかベストですけど、1987年ぐらいに出たやつですよね。76年かな。大阪で買いました。大阪のね、どっかで。うん。で、まあドイツに来ても買い直してるんですけど、これね、ちょっとジャズっぽいやつでね、1曲弾いてます。うん。で、あとは、これにも参加してます。だんだん近づいてきたな。分かった人もいるんじゃないですかね。これでね、全部じゃないですね。これで、ね、ジェフ・ベックグループがね、参加してることでね、有名ですよね。ジェフ・ベックグループが、バラバジャカウ。バンダンダンダンバラバジャカウ。みたいなね、リズムがね、外れてますけどね。で、ここでね、まあ、プロデューサーミッキー・モス。となんですけど、ここでも弾いてます。ああ、いますね。うん。ドラムス、トニー・カーとかとね。フルート、ハラルド・マクニアとかね。と一緒のセットでね。何曲？一曲だけ演奏してるんですね。うん。しています。ここね。はい。どの番ね。どの番ですよ。イギリスフォークならドノバンっていうね。で、もう分かったですかね。でも結構これ今フォーク系出したから多分パッド・ドナルドソンかなとかって思ってる人いるかなとかね。あとあるとしたらアシュリー・ハッチングスはベースじゃないよね。ベースだっけ？なんか忘れて間違ってたらあれだけど、じゃない人です。パッド・ドナルドソンとね勘違いする人はいるかもしれないですけど、あとこれもね、やってますね。もうこれ名前書いてますね。もうバレちゃいますね。うん。はい。あと、あれ？もうこれで終わりだね。はい、ここで今日紹介するロック偉人はダニー・トンプソンです。はい。まあね、基本はエレクトリックベースは弾かない、ダブルベース、コントラバスだけの人なんですけど、まあ本来であればペンタングルのレコードを持っとくべき。あと、出すべき。で、ペンタングル、まあ全部ペンタングルとか聞いたんですけど、あともう一つ、ジョン・マーティン、代表作というと彼のやっぱ、もうすごいプレイが聞けるっていうと、やっぱりペンタングルの作品と、ジョン・マーティンの、まあ、二人でやってるやつとかですね。二人だけでやってるやつ。もあるけど、あと、ライブ・アット・リーズ、超名盤。もともとジョン・マーティンっていう人も、フォークだけに囚われてるような人じゃないんで、フォーク界にいながらちょっとジャズっぽいというか、完全プログレッシブなこととかまでやっちゃうみたいな。そういうね、冒険精神に富んだ人なんで、ライブ・アット・リーズのね、あれはものすごいですよね。でも自分もなんかね、ごめんなさいね、CD は持ってるんですよ。CD そこら辺に転がってるんですけどね、見つけるのがめんどくさいのでね、出してないですけど、あれはものすごい作品ですよね、ジョン・マーティンの。で、うん。ダニー・トンプソンの、だからものすごいなんか冒険精神を持ったプレイが、ものすごくわかる。
まあ、もともとはやっぱジャズファンなんですよね。ジャズから来た人で、ダニー・トンプソンっていうのはね。で、これとか、ペンタングルのファンだったら知ってるかもしれないですけど、ペンタングルのね、ライブ版で、いきなりチャールズ・ミンガスのハイチャンファイツソング、ハイチの戦いの歌を演奏してるの、ソロでね。ソロで演奏して、あれかっこいいんで、ものすごいかっこいいんですけどね。まあ、ソロって言っても、ちょっとだけテリー・コックスもなんか、伴奏してる。だからベースとドラムスだけでやってるようなね、すごいプレイがね、あって、アドリブとかもかっこいいしね。うん。あれはすごいんですけど、まあ、このアレクシス・コーナーにいた時代っていうのも、アレクシス・コーナーっていうのは別にブルースだけに囚われてる人じゃなくて、ジャズっぽいね、曲もやっていて、これでもウェンズデー・ナイト・プレイヤー・ミーティングってね、ミンガスの、テレ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 ずっと、うん。やっぱ、もともとね、ジャズの出身で、チャールズ・ミンガスが大好きで、ジャズのスタンダードナンバーとかをね、学生時代とかはなんかいっぱい弾いてた。まあそこでね、修行を積んで、プロになった人なんだろうなと、まあ推察してるんですけれども、まあそのね、ジャズの、テイストが、意外とその UK のトラッドのね、バックとして弾いて、なんかすごいマッチしてるっていう、なんかすごい、なんていうのかな、化学変化を起こしたバンドっていうのが、ペンタングルであって、まあペンタングルはね、もう全部すごい、全部すごいというか、ダニー・トンプソンがやっていることは全てすごいですよ。弓引きもすごいですしね。で、まあその、フォークのね、フォーク系の人たちとやるっていうことで、まあ、この、ドノバンとのセッションもあったりとか、まあ、サンディ・デニーはオールドファッションのワルツでね、ジャズっぽい曲があってそこで弾いてるんですけどね。で、まあ、こういう女性シンガーのね、バックもしてるっていうようなね、流れをね、するんですけどね。はい。でね、ダニー・トンプソンっていうのはなんか、ね、多分、ウィキペディアで読んだんですけど、ムスリム、ね、信者、ムスリムなんですよね。うん。改宗してるっていう話です。で、自分は、何回か言ってますが、ドイツに住んでるんですけど、一回ね、イギリスにね、行こうと思った時に、ちょっとなんかね、Facebook とかのね、彼のページのところに、ファンです。ぜひ一回お会いしたいです。っていうか、ライブがあったら見に行きますし、自分も、コントラバスを弾いてるんで、ぜひ一回、レッスンをさせてください、みたいなね、メッセージを書いてたら、本当にありがとうってね、ファンの人に対し、もうファン、日本でそんな私のファンとか言ってくれるっていう人は本当に嬉しいとかっていう書いてきて、でもちょっとね、最近病気がちなんで、会ったりレッスンをやるのは無理ですっていうようなね、返事をね、ちゃんと書いてくれてね、うん、すごい人だなっていうかね、またちょっとイギリス行くときにね、メッセージを書いてみたいですね、うん。まあそういうね、まあ基本的にはもうジャズのね、プレイっていうのがあって、それがね、まあジョン・マーティンの仕事だとか、ジョン・マーティンの仕事が一番すごいですね。あれ、ライブ・アット・リーズすごいですよ。ギター自体も、別にフォークギターっていうんじゃなくて、なんかループを使ったみたいなプレイとかね、エフェクターを使って、その音と、なんかね、ジャズっぽいドラムスと、コントラバスっていうのがこう、紡ぎ合うサウンドみたいな、スペーシーな、一つのなんか音空間みたいなのを作ってて、いや、ジョン・マーティンすごいですよね。うん。いや、すごいです。うん。ぜひね、聴いてください。いや、やっぱね、ちょっと最後に言っとくと、やっぱレコード、CD ってやっぱね、買ってもね、Apple Music とかなんかそういうの契約してると、聴けるじゃないですか。
で、いつからか CD 買うのってバカバカしくなってきて、それだったら別にもうデジタルでね、携帯とか iPad とかにね、ダウンロードもできるしね、そっちの方が手っ取り早いし、同じようなもんだしね。そう考えると LP を買うか、Apple Music の、で、ね、聞くかっていうね、二選択にね、いつか、ここ3年ぐらい、もう、いや、5年ぐらいかな、そうなってしまってね、なかなかね、ペンタングルとジョン・マーティン買ってもいいけど、それあっちでも聞けるしな、とか、張り飛びとかあったら、聞けないしなって考えると、やっぱ、LP で、基本 Apple Music にはない音楽を買って、Apple Music にあるやつは Apple Music で済ませる。あ、でもまあオリジナルとかジャケットとかが好きだとか、まあ自分が思い出のあるアーティストだったら、やっぱり LP で買うみたいなね。なんかそういう感じにね、なってますね。皆さんはね、どうですか？